MIPS Technologies MIPS Technologies 英語 MIPS Technologies Inc. はウェーブコンピューティング参加のファブレス半導体企業であり MIPS アーキテクチャと一連のリスク CPU 開発で知られている家庭用ネットワーク用モバイル用デジタル機器のための命令セットアーキテクチャとコアを提供している自社では設計のみ行い LSI メーカーにライセンスするビジネスモデルを持つ。ライセンシーとしては、東芝、日本電機、フィリップス、LSI コーポレーションなど、多数のメーカーがある。単独の CPU だけでなく、MIPS アーキテクチャの CPU コアを組み込んだシステム LSI を製造しているメーカーも多い。MIPS で働いていた有名人として、起業家、ジョン・ヘネシー、ネットアップ創業者、 アール・キリアン、ミップス・ e e サオ・設計、ユニックス開発者の一人、ベリサインの元 CEO、MG68000 のチーフアーキテクトなどがいる。2011年現在、カリフォルニア州、サニーベールの本社以外に、中国の上海とオレゴン州ビーバートンに開発拠点がある。また、台湾の新築市、日本の東京、ドイツのレムシャイと、イスラエルのハイハーニ支社がある。 1984年、スタンフォード大学のジョン・ヘネシー教授を中心とした研究者グループがマイクロプロセッサーチップベンダーとして MIPS コンピュータシステムズを創業。MIPS の名はもともとスタンフォード大学で研究していたリスクアーキテクチャ、パイプラインステージがインターロックしないマイクロプロセッサーの頭文字を取って蹴られた。1988年、 MIPS アーキテクチャがシリコングラフィックスの目に留まり、同社のコンピュータに採用。1989年12月には株式公開を果たした。R2000 と R3000 マイクロプロセッサを開発すると、経営陣は半導体設計企業からコンピュータ企業への脱皮を図った。しかし、大企業と対等に渡り合えるほどの資金力がなく、 チップとシステムは1992年に同社を3億3300万ドルで買収し、MIPS テクノロジーズとして完全子会社化した。スキーの下で MIPS は R8000、R1000、R12000 といったマイクロプロセッサをリリース。その頃、ビストとキャピタンというコード名のマイクロプロセッサを開け中だったが、1998年にスキーが アイテイニアムアーキテクチャへの移行を決定すると、それらのプロジェクトは中止された。その結果、MIPS はスピンアウトされ、MIPS アーキテクチャの知的資産ライセンスを販売し、プロセッサコアを設計する企業となった。1998年6月30日、1株あたり14ドルで株式公開を行い、約1630万ドルを集めた。1999年、 スキーは事業の見直しを行うと発表し、MIPS の新プロセッサは2002年までリリースを継続するが、インテルの新アーキテクチャもサーバに採用していくとした。スキーは全保有株を2000年頃に市場で売ってしまったので、スキーの子会社ではなくなった。2008年はじめ、MIPS はプロセッサ事業部門の28人の従業員を解雇した。 2008年8月13日、会計年度の第4四半期が1億850万ドルの赤字となり、さらに従業員の15%を解雇することになると発。その時点で従業員数は512名だった。2010年、ジョン・ヘネシーの教え子だった、ソン・デップ・ビッチが CEO に就任。ビッチはかつてザイリンクスやアルテラで役員を務めていた。 EE Times によれば、2010年11月1日時点の従業員数は150人である。一方、エドンの2008年8月14日付の記事では500人以上の従業員がいたことになっている。したがって、2008年から2010年の間に従業員を70%削減したことになる。設立当初は R シリーズが ソニーのニュースなどのユニックスワークステーションやグラフィックスワークステーションで広く用いられ、Windows NT バージョン4までのターゲット CPU の一つでもあったが、最近では組み込み用 CPU アーキテクチャとしての市場に注力している。Windows 新域用として、省電力タイプの R シリーズが広く用いられたか、ゲーム専用機、Nintendo 64、PlayStation、 プレイステーションにでの採用例も多い。リスクの提唱者二人の片方であるヘネジーが始めたこともあり、MIPS アーキテクチャ、特に R2000 は、もう人のパターソンによるバークレイリスクと並び、最も典型的なリスクとされる。MIPS テクノロジーズのプロセッサーアーキテクチャとコアは、家庭向けエンターテインメント機器、ネットワーク機器、通信機器などで使われている。 3 2ビットと6 4ビットのアーキテクチャと3 2ビットのコアのライセンスを提供している。MIPS32 アーキテクチャは高性能3 2ビット命令セットアーキテクチャであり、マイクロコントローラー、家庭用エンターテインメント機器、家庭用ネットワーク機器、携帯機器などに使われている。MIPS の顧客企業はこのアーキテクチャを使って独自のプロセッサを開発したり、MIPS から 出来合いのコアをライセンス提供してもらったりする。MIPS32 アーキテクチャのコアとしては、4K、M14K、24K、34K、74K、1004K、マルチコアでマルチスレッド、1074K、スーパースケーラでマルチスレッドというファミリーがある。m i p s 十四アーキテクチャは高性能十四ビット命令セットアーキテクチャで、 あり、キャビアムネットワークスやネトロジックマイケルシストムズなどの顧客企業を通してネットワーク基盤装置に広く使われている。スマーティケイは Android、Adobe フラッシュプラットフォーム 4TV、Skype、ホーム人肉ネーブのアプリケーションなどを統合したリファレンスプラットフォームでる。スマーティケイにより顧客企業はより素早く製品を作ることができる。 MIPS 製品は Android や Linux オペレーティングシステムと組み合わせて使われることが多い。Android は Google が Linux カーネルをベースとして開発したオペレーティングシステムでプロセッサを問わない。MIPS は当初そもそも Google がターゲットとしていた携帯電話などの組み見製品向けに Android を移植した。2010年とライセンシーのデザインズは Android を 初めてセットトップボックスに搭載することを発表した。Android を移植したことで MIPS アーキテクチャのプロセッサがスマートフォンとタブレットで使われるようになった。MIPS アーキテクチャ上で動作するリアルタイムオペレーティングシステムとしては CMX システム、ECO セントリック、ENEIR、EXPRESS Logic、FREALTOS、GREEEN、HIRISS ソフトウェア、LINIXWARKS、 メンターグラフィックス、マイケリアム、QNX ソフトウェアシステムズ、クワドロスシステムズインク、セガー、ウィンドリバーといったものがある。MIPS テクノロジーズはチップメーカーにプロセッサーアーキテクチャをライセンス提供している。ライセンシーは125社以上あり、毎年5億個以上の MIPS アーキテクチャのプロセッサーが出されている。家電製品や ポータブルメディアプレイヤーの製造企業にライセンシーが多く、ブルー、レイディスクプレイヤーの75%で MIPS、アーキテクチャのプロセッサが使われている。デジタルテレビやセットトップボックスでも MIPS、アーキテクチャのプロセッサがよく使われている。また、ソニーコンピュータエンターテインメントのプレイステーションポータブルは R4000 ベースのロセッサを2つ使っている。 ネットワーク分野のライセンシーとしては、キャビアムネットワークスやネットロジックマイケロシストムズがある。キャビアムの億点ファミリーでは、最大16個の MIPS コアを搭載した製品もある。ネットロジェックは MIPS64 ベースの Linux、多様プロセッサを出荷している。スマートフォンやタブレット向けに MIPS アーキテクチャを採用しているライセンシーとしては、矢がある。MIPS アーキテクチャのプロセッサを採用した。 タブレットとしてはノクルスなどがある。TCL 集団はスマートフォンに MIPS アーキテクチャのプロセッサを採用している。他のライセンシーとしては10年以上にわたって MIPS ベースの CPU を開発してきたブロードコム PIC32 マイクロコントローラーへの手こ入れとして MIPS を採用したマイクロチップテクノロジーモーボライなどがある。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。